ルイス・ラン・サナ・ベア・ボギは、ギニア共和国の政治家。1972年から1984年まで、同国の首相を務め、セクトゥーレ大統領が在任中に亡くなった後、臨時大統領に就任した。ベア・ボギは、1923年に、当時のフランス領西アフリカ、現在のギニア共和国の南部に位置する、ゼレコレシューマサンタ県で、トマ族の子として生まれた。 その後、セネガルのダカールで医師になるための勉強を受けた。31歳の時、ファラナ州キシュドゥグーの市長に選ばれる。また、1956年1月には、フランス領ギニアが有していた、国民議会の3人の議員の1人に選ばれた。ギニアがフランスから独立を果たした1958年、セクトゥーレ大統領の下で、経済開発省に任命され、 1961年には外省に就任した。また1966年にはクーデターによって失脚し、ガーナから亡命してきたクアメーエンクルマ大統領をギニアで受け入れたため、同年10月、アフリカ統一機構の会議が開かれるエチオピアに向かう、途中、アクラの空港でガーナ当局に足止めさせられることとなった。ベアボギは1969年5月まで外省を、 務め、再び経済開発省に戻った。1972年4月25日、ギニア民主党の第9回大会の最後で、トゥーレ大統領の口から、首相職の新設と、初代首相として、ベアボギを指名することが発表された。ベアボギは、同年4月26日から1984年4月3日まで、首相を務めた。1959年、 西ドイツのボンニテ1984年3月26日、トゥーレ大統領が在任中のまま亡くなった。ベアボギはトゥーレの後継者として臨時大統領に就いた。しかし、約1週間後の4月3日にはランサナコンテとディアラトラオレによる軍事クーデターによって大統領職から降ろされた。クーデターの後、ベアボギはキンディアで投獄され、後に 病気の治療のためコナクリに送られた。1984年8月、コナクリで入院中に、糖尿病で亡くなった。A.B. トーマス・オートゥール、ジャニス・ E. ベイカー、ヒストリカル・ディクショナリー・オブ・ギニア、ホース・エディション、スケア・クロー・プレス、ページ・クシブ、A.B. ヒストリカル・ディクショナリー・オブ・ギニア、ホース・エディション、ページ28、A.B. ジュル1985、ガバメント・チェンジズ。 フォーリンエコノミックポリシーオブミリタリーガバーメントリリースオブディテインドメンバーズオブフォーマーレジームアテンプティットクーキーシングエスレコードオブワールドイベントボリューム31ジュライ1985ギニアページ33709ウエストアフリカアニュアル13スエディションページ188ありがとうございます